こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵こだまです。今日は、先日ちょっとお客様からお願いをされたもので、だいぶ前に、留め袖を作られたらしいんですけど、もう本当にこう20年ぐらいこうお使いにならずに、タンスにしまわれていたということで、で、そちらのお客様は割と旧家の、すごいこうお宅なもんで、まあその旧宅の方のタンスの中にずっとしまってあったということで、特にカビとかは生えていなかったんですけれども、やっぱりこうずっとこうしまいっぱなしだったということで、そのカビ臭がちょっとするということと、それとあと門ですね、門がちょっとこう変わられたということで、で、門の入れ替えをちょっとお願いをされたものがありまして、これからちょっとその加工に出すんですけども、まあ、門を入れ替えするとどういう感じになるかということをちょっと動画に残しておきたいなというふうに思いまして、で本日動画を撮らさせていただいております。で、お預かりした留め袖というのがこちらで、ちょっと角度を動かしますね。よし、でこちらのこうした、まあ本革の非常にこうしっかりとした、留め袖なんですけど、で現状、まあ入れてある門というのが、まあこんな、ちょっと焦点合いますかね、こんな感じの門が入っているんですけれども、違い高の葉の門に入れ替えたいということでお預かりをさせていただきましたので、でこれから門入れ替えの加工に、出させていただこうと思って、それからあとその先ほどお話した、カビが生えているわけではないんですけど、ちょっとそのカビ臭というか、そういう少し、匂いがついてしまっているので、まあその現状の段階でこうちょっと少し嗅ぐ匂いがするという状態なんですけれども、まあどうしてもこういう着物の場合、実際にお召しになっていただいて、でこう少しこう湿気というか、体の体温が加わると、さらに匂いが強くなってしまいますので、実際こうお召しになっていただいているとちょっと不快になってしまうんではないかということで、でこれからそういう、カビ臭を抜くというちょっと作業に、出させていただきます。なので、これから、まあ、その門入れ替えをしてカビ臭を抜くという作業をしますので、まあ、でまたその門入れ替えが出来上がってきましたら、皆様にもちょっとご覧いただきたいというふうに思っておりますので、まずは、加工、京都の方の門屋さんに出す前に、ちょっと動画を撮らさせていただきました。でまた出来上がった時に、続きを、撮りたいと思います。本日門入れ替えが上がってきましたので、以前撮らせていただいた動画に続けて、動画を、再開させていただきたいというふうに思います。で、以前お話ししていたものがもうちょっと門はね、入れ替えてしまってますので、ちょっと画像になりますけれども、まあ以前はこうした、藤の、門が入っていたんですね。で実際出来上がってまいりましたものが、ちょっと画像を動かします。こちらになりまして、よっこらしょ、
まあ、何度見てもそうですけど本革の非常にいい、黒留め袖ですね。でまあこうした形にちょっと画像をこんな感じで綺麗に門が入れ替わって出来上がってきました。ちょっとあの比較が以前のものとはできないのでちょっと並べてこちらに置いてみますけど、こんな感じに、ごめんなさい、こんな感じに門が入れ替わってきました。まあこうして門を入れ替えるということも、可能ですので、まああの色門の場合は基本的に色を抜いてしまってもう一度色をのせ直して色を合わせて、門を入れ替えるという形になりますけれども、基本的に木服やこうした黒留め袖の場合は、まあ、墨で、基本的に入ってますので、あのなかなかこうそれをこう落とすことが難しいんですね。なんで、まあ、そうしたものをこう綺麗に、落として入れ替える、もしくはちょっと化粧をし直して、あの要は門の上に少しこう胡粉のような白いものを乗せて、で、門を描き直す。それからあとは、もう一つ切り付け門といって、まあ、同じような、生地もしくは歯舞台に門を描いたものを、このもともとあった門の上に乗せて、で、本当にこう細かい、縫い糸でですね、その門の縁をかがっていってあげるっていう方法で、基本的に、まあ綺麗に門が抜けた場合は、まあ、単純に門入れ替えをしますし、であとはその化粧門という少し胡粉のようなものを乗せて白くして、その上に、もう一度門を描く。それから切り付け門というその3段階の方法があるので、まあ、基本的に黒いものでも、まあ、だから男性の黒紋付き、それから、女性の黒留め袖、喪服なんかでも門入れ替えは、可能ですので、あのいい着物があってですね、まあ、例えば親御さんから譲られて、で、まあ、もうお嫁に行っているから、門が変わってしまってるっていう場合なんかも、門入れ替えられないって、諦めないでですね、こういうふうに、門入れ替えをすることは可能ですので、まあ、あのぜひぜひ着物は長くそうやって、代々使っていただけますので、まあ、そういう形でお使いいただければ、よろしいんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、本日は、この門入れ替えがちょうど出来上がってきましたので、動画の続きを撮らさせていただきました。ということで、まあ、いろいろこう着物に関することって従来では難しいとか無理と言われていたことも、結構可能になっていることが多いですので、どうかこう諦めずにですね、ご相談いただければというふうに思います。ということで本日も以上、ありがとうございました。